こんにちは。今回はね、古い車ですね。古臭い車ですね。古臭い車シリーズみたいなね。リベルタですね。日産のリベルタ。聞いたことねえよね。でね、言う人もいるようと思うんですけど、昔はリベルタって車がありましてね。こういうね、うわぁ、古臭いね。もう見た感じ、もう古臭みたいなね。もう、最初私カタログでね、スカイラインコーチョンの時でもカタログやっておりましたけども、ね、サンバーとしてもカタログを再度復活してやった時にね、古臭い車、サニーというね、古臭いサニーを出しましたけど、これも今からすると古臭いですね。もういかにも昭和ですみたいな、なんか、古臭いなみたいなね。すんげえ古臭い車ですよ。で、白さのリベルタ 2.54。で、当時燃費が良いといっても 14.5 しかしないですね。今、リッター24とかね、23とかね、すごい燃費良くなりましたけど、この時最高でも燃費が、リッター 14.5 しか死なないということだったんですね。で、今、すべての数字が塗り替えられた。見てほしい。白さも、燃費も、走りも、運転手さも、美しさも、すべてが叶えられている。すべて欲張っている。新 FF、そして CA エンジン。日産の先端技術が時代の要求に鮮やかに応えたと。そして、日産リベルタ。これは全く新しい車だ。すべてを欲張ることは美しい。主張する車の歴史はリベルタから変わるということなんですね。ただ、今の若者から見れば、古臭っていうね。美しい、みたいな、古くせえじゃねえかみたいなね、もう形になってしまいましたけど、まあこういう、だから本当の美しい車っていうのは、ある意味その、なんていうのかね、こう時代がこう変わっていってもですね、ある意味その古臭さを感じさせない車を作る。例えばこれは時代が変わっていくと、やっぱ車のデザインってどんどん、まあ、それはある意味避けようがないんで、どんどん古くはなってくるんだけども、ただその中でも、その、なんていうのかな、あ、この時代の車が良かったなっていうふうに思わせるような、というか思わせるというか思う出させる、そういう車を作ってほしいんですね。ところがこのリベルタに関しては、いやー、記憶から忘れ去られた車っていうかね、なってしまって、それがちょっと悲しいところだったんですね。で、これがビューティフルなスタイルこそ FF のセダンの本入、車の流れを変える確かな先端性ですというね。これが当時は先端の技術だったんですよ。このデザインがね。ところが古臭いみたいなね。もう、ほら、何回も言う古臭さよ。こうやってこのカクカクみたいなね。怒りも当たったらかなり痛いだろうな、みたいな感じのカクカクさですよね。で、ここのバンパーがこう突き出て、こうやってヘッドライトがあって、ここに、フェンダー、昔フェンダーミラーがこの上、ボンネットのとこちょこんとあったんだよね。で、こういうのがあって、トランクがここにあってね。でも、こっちの方にミラーがあるっていうのが、ある意味分かりやすいは分かりやすいんですよね。先端との差が分かるし。で、ここの、横、四角のところを見えるところも、これがあると分かりやすかったですからね。ここについてると。今、こういうのはなくなっちゃいましたけどね。で、このほら、後ろ。こういうハッチバックって、こういうタイプが昔流行ったんですね。コロナなんかもこういうのがありましたけど、こういうのが、流行りましたね。で、このまろやかな面とは線が美しい、美しさを一つの機能ですということで、こうやって内装もね、赤い、感じの内装になってるんですね。で、こうやって、快適な運転性能、素敵な操作に関したインストメンタル、新機能はこうして生まれたということで、このようにね、なってると。古臭いですね、形も古臭ければ内装も古臭いみたいなね。見てこの古臭さ。この昔こんな古臭いになりましたね。ラジオの中でこうガチガチやってこう昔あったんですよ。うちのミニキャブも昔ありましたけど、これでポチポチポチってこうしてですね。で、当時は FN しかなかったんかな。AN しかなかったんか。FN ってのはなかったんかな。で、そんでこう、プチプチプチって押して、これで、じーっとこう、つまみをこう回すと、こう変えられたんですね。で、そういうのがあったりとか。ほら、昔のあれですよ。昔は今、ピッピッピッってボタンを押せば、温度を調節できますけど、昔は本当わかりやすくて、このダイヤルをひねるとですね、この温度がこうわかるという、一目でわかるというね、非常にある意味素晴らしくて、非常にある意味シンプルな機能でしたね。で、こういうふうに、昔はカセットを入れられたりとかね、してたんですよ。
ねえ、こういう時代があったんですよね。今では信じられないですけどね。で、あとはこの白さ。FF でなければ実現できない。このくすぐきはクラスの常識をもう超えてしまったということでね。まあ、このシートの内装はいいですよ。シートの内装とかはね。ただ、全体的にもう今からするとかなり古臭いですみたいな感じが出てしまってるんだけども、これのダッシュボードとかこういうところはもう新しいというか、今でも十分通用するような高級感ですよね。それがいいなっていう感じがする車でしたね。で、このようになりますと、こういうふうにね、なっていました。うわぁ、またこれがまた時代を感じますな。この広々とした室内と驚くほどの低燃費。運転のしやすさもさらに磨かれています。リベルタは車の基本から出発しました。というね。要するにまあ、ね、長官が乗って、車を最初動かすときこういうふうに動かしてくださいみたいな。そういった、もう最初の基本の姿勢をそのまま取り入れてる車ですよ、みたいな。だから実際、教習車でもリベルタはあったかもしれませんね。で、この、こういうふうに昔は時計があったんでね。時計もこういう時計なんですよ。針の時計で、今みたいにデジタルの時計じゃなくて、こういう針のね。でも、かえってこういう針の方がなんか時代を感じていいなって思うところもありますけどね。まあ、こういう車であって。で、大きなトランクルームと小さな回転半径。ハンドルも軽く切れますと。毎日の生活の中で共感できる使いやすさですね。ということで、こういう車ですね。この車乗った方の次第の方もいらっしゃるかもしれませんね。こういう車です。ほら、安っぽいよね。安っぽい。この、申し訳ないんですけど、デラックスとか言いながら、全然デラックスじゃねえじゃないかというツッコミがあるんですが、デラックスって言ってこの内装ですよ。安っぽいです、みたいなね。本当にこれ、教習車ですかって言いたくなるくらいの安っぽさだよ。まあ、教習車は運転しやすくて、いいのもあるんだけども、これに関しては安っぽいやろ、みたいな、これで 1600cc ですよ。いや、これで 1600cc の自治が払ってさ、この安っぽさねえんじゃねえみたいな。もうちょっと同じ自治が払うんだったら、ブルーバードとかそっちの方の買った方がいいんじゃないですかみたいなね。なりますけどね。で、こういう風な。でも昔はね、こういう安っぽいのしかなかったんよ。昔の車って。で、こういう風な、1600GF とかね、ありました。これはいいですね、内装がね。で、こういう風になっててね。まあ、こんな感じでしたよ。で、これになると、こういう風にね、セダンもこんなにシャープになり、カラーハンドバンパーとエアダムスカート、1800cc、CN エンジンで走りも鮮やかです。ということでね。走りは鮮やかなんですが、ホイールが安っぽいみたいな。ほんとこう安っぽい車でしたね。で、こういう風に、なっていましたね。こういう風な、ものでした。で、内装もこんな内装のもあったんですね。で、こういう車が、昔ありました。で、一気にこう、変わりますけど、パワーステアリングに3スピードの日産マチック、そして白い室内と大きなハッチゲートが演出を誘いますというね。今じゃ当たり前じゃないかというツッコミがあるんですけども、当時はパワーステすらついてなかったの車があったんですよ。今じゃ考えられないんですけどね。パワーステがついてるとね、もう指一本だけでくる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 っと回るぐらいの、もうそれぐらいのもう軽さなんですね。もう腕一つ、片手一つでくるくるくるっと簡単に動きますから、このパワーステってのね。ところが当時はパワーステのない時の時代の車なんて、ちょっと思いっきりものすごい目いっぱい力入れて、曲げないと曲がんなかったんですよ。だからそれが大変でしたね。で、これはこういう風な形の車で、で、これ一気に赤になる。ちょっとこれド派手すぎだろっていうぐらいのものすごい真っ赤っかなね。なんでこんなに真っ赤っかにしておきながら、なんでハンドル真っ赤っかじゃねえんだよっていうツッコミがあるんですけど、ハンドルだけなんか、しょぼいよみたいな。もうちょっとこう、こういう中途半端な豪華さやめていただきたいですね。こういう風に豪華にするんだったら、じゃあ、こういうところとかドアハンドルとかメーターとかこういうところもみんな真っ赤っかにしろよっていう、そういう風にツッコミを入れたくなるぐらいのことなんですが、まあ、こういう風な、他にもこういう風なのがありまして、静かなユーティリティを保護しながら空力性能を徹底して追求し、0.38 がリベレタの先端性を語りますという形で、こういう車がね、いう風に
選べましたね。 1800cc でこれねえだろうみたいな、安っぽいなみたいなね、だったらこっちの方がいいわみたいな感じになりますけどね。まあこういう風なものでしたね。でこういう風に欲張ってこの白さということで、白さはいいんじゃないかなと思いますよ。こうやって足元もねゆったりですし、こういう風にね前席も後席もゆったりとくつろげることができますよみたいな、トランクも白いですよみたいなね、のがあって、で欲張って燃費、この燃費で 14.5、 当時をまあ 14.5 で走っていたということですからね。でこういう風になっていて、欲張って、この運転のしやすさ、まあカクカクしてますからね、余計運転しやすいかなと思うんですけど、まあ大きさ的にも女性が乗るにはちょうどいいんですよね。このぐらいの大きさでこう前のところもこう見えますからね。ね、皆さん最初免許を取ったとばっかりの時ってね、初めて車を動かす時ってすんげえ緊張しましたけどね。そのように、やっぱりそういう初心者の人が車を乗るには、やはりこのぐらいの大きさの方が一番理想的といえば理想的です。狭すぎることもないし、それでいてでかすぎることもないし、そういう大きさが一番いいか、運転しやすくていいのかなっていうふうなね、ものを感じますね。で、よくよってこの豊かしさ、この美しさ、いやー、私今の時代から言わせればですね、欲張っていう豊かさ、この古さですね。美しさではありません、もう古いです、この古さです。この車に関してはこの古さね、もうこの古さですよ。でそしてこういう風にね、あのスリッパとかこういう風なね、あの置けるんですね。こういう風なのがいろんな装備がついていましてね。でそういう風に色もこういう風に選べましたという感じですね。これが、リベルタというね車でした。当時は、販売店はリベルタ、ブルーバード、レパードの販売店、レパードがまだあった時代ですよ。でその時代の、まあ、車ですね。今からすると、リベルタって誰なんじゃみたいなね、車ですが、昔はこういう車があったということですね。どうもありがとうございました。